培山本分五郎漢文五年の秋のある日徳川光圀の水戸の館へ貧しげな一人の浪人者が仕官を頼むために訪れた衣服も袴も継ぎはぎの当たった木綿物であったがよく洗って折り目がついていた。

私は元奥州の猿藩に仕えておりました御興五郎兵衛と申すものでございます。先頃鹿が御開役となり私もただいまは老老の身の上でございます。それにつきまして私は御当家こそ侍のご奉公を捕まつるべきお家とかねて心にお頼み申しておりましたので。 かないまするなら、ご家中のお末になりとお召し抱え願いたいと存じぶしつけながらおしてお願いにまかりいでたしらいでございます。ご前までよろしくご披露を頼むと言って彼は膝へ手を置いたまま抵当した。力は半ば上の空で聞いていた。三つ国が、 水戸家を継いだのは漢文元年のことであるが、若い自分からその優れた風格は世に知れ渡っていたので、いよいよ水戸二代の最小を継いだとなると、風をしたって随身を頼む侍たちが引きも切らず、その応接の糸とまに苦しむ有様であった。ただそればかりならよいが、中には、 嗜を頼むのは口実で本当はいくばくかの合力に預かろうという浪人者もいた近頃ではむしろそういうものの方が多いくらいだったので筋の分からぬものは大抵詐称の銀を与えて返すことになっていたまた幸い私にはせがれがございます。 浪人は少し間を置いていった。当年まだ8歳の幼少ではございますが、性質もよろしく、体もごく創建でございますから、やがてはお役の端にも相立つべきかと存じます。はばかりながら、これも午前までお取り次ぎをお頼み申します。上の空で聞いていた力は、 「この言葉でちょっっと目を見張った。これまで随身を頼みに来た者は誰でも己の芸能を申し立てはした戦場における功名とか武芸の才とか学問の能力とかそういうことは申し立てたが自分に子供があると自慢をした者はなかった」。 「一体この男は本気かしらん」「力は少しばかりあきれて見返した」「浪人はもちろん真面目だった少し不安そうではあるが鎮座した姿勢はきぜんたるものだった」「しばらく待て」と言って力は奥へ上がった」「くには 故障の,ものとを囲んでいた。その時38歳の壮年でまだ後年の円熟さには欠けていたがそして明細章としての世表に誤りはなかったけれど生まれながらに水戸家の金立ちであったから名敏栄米である反面にわがままで純烈なところも多かった。 力の言葉を聞き終わると光にはじっと五番の表を見下ろしたままいつもほど「銀をやって返すがよい」と言った力はそのまま午前を下がり金包みを作って待たせてある部屋へ戻った浪人は無残なほど落胆した額のあたりを青くし ため息をついてしばらくはものを言う力もない様子だったあいにく役どころにしかるべき飽きもなくせっかくながらお望みに添えずまことにお気の毒に思いますどこぞよき縁あって一日も早くご出世をなさるようこれは主人より申しつかったものですさしょうながらお納めください」。 力はそう言って金包みを差し出した「私がご奉公つかまつりたいのは」と言おきろべは言った「ご当家水戸様をおいてほかにはございません」「ご当家に士官がかないませんければもはやこの世に望みのない体でございます」。 ご講師はまことに片付けのうございますがこの銀紙はご自体をつかまつりますしかし主人の志でもありご遠慮は無用と思いますがいやこればかりは固くお断り申しますその代わりと申してはいかがと存じますがお庭うちを 解釈させていただけましょうか。庭内でどうなさる。コロベという老人は解釈をして脇玄関へ出ていった。なんだと眉をひそめながら力が残された金包みをもって奥へ入ろうとしたとき、門番たちのけたたましい叫び声が聞こえてきた。 力の頭にある出来事が直覚された彼は声のする方へ飛び出していった裏門の脇のところで「いおきコロベイ」と名乗る浪人者が作法正しく向こう向きにうつぶしていた力はガンと頭をつかれたように思い猛然とそこに立ちすくんだ 何腹を切った光圀はいぶかしそうに振り返ったそして力の青く引きつったような顔を見るとつまんでいた碁石をはたと取り落とした「後藤家のほかに奉公すべきお家はない」と申しました後藤家に仕官の儀がかないませんければ。 もはやこの世に望みはないと申しました。まことにその一時を思い詰めてまいったものと存ぜられます。それほど突き詰めた覚悟がその方には見えなかったのか。まことに面目なきことでございました。力は心から恥じて目を伏せた。 なり方ちがあまりに無策苦しく貧に窮しておるものと心えましたし、子供のことを言いたてる様子がまさしく強力を起こうもののように考えられましたので、子供のことを言いたてたとはなんだ。普通なればおのれの芸能を言いたてるべきところで、幸い。 8歳になる男の子があり、性質も良く身体も創建なれば成長の上はお役の端にもあ立つべくと申しましたきっと三つ国の眉がゆがみ瞳が曇った人間が両親のただ中を刺された時の激しい苦悶の表情である。 歪んだ眉は額に深くしわを刻み心の呵責を漂白するように唇が震えた「そうか幸い子供があると申したか」光にはむしろ己を責めるような口調で言った「自分の才能は言わず」。 子供のあることを言い立てたのは。この俺にこまでくれるという気持ちだったのであろう。それほどのもののふに。俺はわずかな銭を持ってくいた。ひらに。ひらに。ことごとく。力めのふつつかでござりました。鏡のように磨き上げた。床板の上。 面型をつけるかと思うほど力はひれ伏した人間は浅はかなものださらにくには言ったそれほどの心を見分けることができぬとはこれまでいくらかは世の様も知り人の心を表裏をも見てきたと思ったがこれしきの見分けがつかぬとは さましいことだ囲碁の相手をしていた古障の若侍もいつか表を深く垂れていた三つ国はしばらく目をつむっていたがやがてつと手を挙げて目頭を押さえたその者は生命を何と申したは いき何がしとやら恐れながら安全と記憶がございません子があると申すからはまだ城下に家族がおるであろう資祭を張り出して尋ねるがよい町奉行へもそう申しつけるのだ力はすぐに下がっていった五郎兵衛の死体は低調に 屋敷の一部へ移された考察場へは時を移さず伊興の家族に名乗って出るよう張り紙を出しまた町奉行では城下町の隅々まで創作の手を回したしかしそれと思えるものは名乗っても出ずまたどう探してみても見当たらなかった3日目に五郎兵の死体は ダビに伏して埋葬され、三つ国の手元から供養料が寄進された。男子があると言ったのだ。遺族は必ず付近にいるに違いない。かたくそう信じた三つ国は、それからも長いこと捜索をやめさせなかった。やがて江戸へ出府するときにも、そのことを繰り返し申し付けていた 五郎兵衛が自害した日の暮れ方のことだった城下の西南に千葉ヶ原という草林と荒れ地の開けた原があるその原の一宮に周りを竹藪で囲まれた一棟のあばら屋が立っていたがその家の中で親子二人のものがひっそりとして遠い くれ六つの鐘を聞いていた「母親は二十六七であろうか眉月の凛とした顔立ちで極めて貧しい身なりにもかかわらず身構えのどこやらいぶしをかけたような落ち着いた気品がにじみ出ている」。「その前にいる少年は八歳あまりのまだ育ち盛りではあるが」。 日に焼けた健康そうな手足を持っていた眉の辺りの母親によく似ているのが年寄りは大人びて見え引き結んだ口元は意志の強さと気質の激しさを示していた遠くから響いてくる鐘の音は長く余韻を引いて6つを打ち終わると かすかに野脇の少々たる彼方へ消えていったその余韻の消え尽くすまで身を固くしてじっと聞いていた母親はやがて静かに「小次郎干したく直しましょうこちらへおいで」そう言って立ち上がった。おそらくは のも屋根も口壁も崩れている家の一まきりしかない落泊たる部屋の片隅で母親はつつましくその子に着替えをさせた木綿ではあるが紋付きだった袴をつけ脇差しをささせたそれが済むと形ばかりの仏壇に灯明をあげ 兵士と土器を整え、自分も右衛を正して我が子と共に仏前へ座った小次郎あなたは今からいおきの主です。今から水戸中納言様のご家来ですよ。母親は感動を抑えた小姉で静かにいた。 そしてわが子の幼い手に土器を渡し兵士を取ってそれについだ水であった恐れ多いことですけれどその盃を中納言様の下されたものと思ってちょうだいなさいそしてあっぱれお役に立つべき侍になるのですわかりましたかはい と言って少年は母親を見上げ土器の水をいただいてすすった野の,の果てからしきりに秋風が渡っていた草原がそよぎ林が鳴ったこの家を取り巻いて竹村が潮騒のように揺れ立ったすでに家の中は暗かった そして崩れた壁の隙間からわずかに残光が差し込み、それが母親の方に記された涙の筋を映していた。やっぱりついてくる。どこだ。ああ、ワニダの後ろから来るあの男か。きっとまた見とまでついてくるぞ。北地へ帰る三つ国の行列が。 千住の大橋を渡ると間もなくとも尻にいる者たちがそんなことをささやき合い時々そっと後ろへ振り返った「網傘の前を深く下げた旅装の侍が一人荷田の後ろについて歩いてくるのが見えた」「傘があるので僧帽はわからないが骨太の体つきでまだ若そうな男だった」 光国が江戸へ行く時にも国へ帰る時にも彼は見え隠れに行列の後についてきたいつごろからのことかわからないが友の者が気づいてからでもこれで5回目になる何のためについてくるのか全くわからなかった捕らえて救命しようとしたが その度に素早く身を隠してしてまう。「道すがらが長いので何度も試みたけれどその素早さには手が届かなかった」「不思議な男だ一体何者だろう」そういう噂は次々に伝わってこの前の出布の時には光圀の耳にも達した。 三つ国にも不審な話だったが別に害意がありそうにも思えないのでただ捨ておけと言って済ませてきた今度の帰国は久方ぶりだった去年将軍家綱が逝去して綱吉が五代を継ぎ七月には将軍宣家のことなどがあった。 産金の糸間が伸びていたのである。今度帰るにあたって、三つくには身戸の屋形の今わりに売煙を作る計画を立てていた。これは数年前からの考えだったが、計画を立てるたびについ大がかりなものになるので、いつも中途でやめていた。それで今度は。 規模結構は抜きにしてただ無造作なままに梅を集めてみようと考えたのであった自ら杖を引いて田園を探り野にある梅の繕わぬものを集めるということは思うだけでも54歳の初老の心を楽しませた日を重ねて行列は水戸寮へ入 そしきょうはいよいよ城下へ着くというときとも尻の方で何か騒ぎが起こった光には馬を飼っていたが振り返ってみると行列の後ろがわらわらと崩れたってともの人数が何かを追い詰めている様子だった何事だ誰ぞ見てまいれ。 そう言ってつくには馬を進めた「とも尻ではあの不思議な男を捕らえようとしたのであった若い者たちが相談して相手に気づかれないように一組が後ろへ回りよき檻を見て挟み撃ちにしようとしたのであるそこは宿合いで人家もなく左側に松のある丘が伸び

と挟んだのである。その侍は不意をつかれちょっと狼狽したようだったが挟まれたと見た途端に非常な素早さで左側の丘へ飛び上がった後ろから追い詰めた一人がつぶてのようにその背へ飛びかかったけれどつかんだ編みさが手に残っただけだった。 とても人間技とは思えない敏少さである丘の上へ飛び上がった男はそこでちょっと振り返った朝黒い顔で凛とした眉つきをしていた涼しい大きな目だった彼は何か言いたげだったしかし友のものが続いて丘へ駆け上ろうとするのを見ると そのまま松林の中へ走り去った彼は丘を左へ越えると二十歳や森陰を伝って足早に歩き出し日のとぼとぼ暮れに千葉ヶ原へとやってきた十六年の春秋が流れ去って千葉ヶ原の様子は随分変わった。 見渡かぎり荒れ地だったのがところどころ開墾され切り払われた草林のあちらこちらに農家のカしギの煙が立ち上っている彼は急ぎ足に腹へ入りかつて竹藪に囲まれていたあのあばら屋の方へと近寄っていったそこもすっかり変わっていた建物は同じものだけれど よく手入れをしたと見えて、見違えるほどがっしりしているし、なや物置、馬屋などができている。家の周りも取り広げられ、瀬戸には梅、柿、栗などの果樹が育っていた。そしてこの囲いを取り囲んで、水田と畑とが見事に打ち開けて見えた。 三つ国の行列についていた若者はやがてこの家の角に現れたあの時八歳だった小次郎が今はこのように成長した名も父のお継いでいおきころべという「母上ただいま戻りました」そう言いながら彼が土間へ入ろうとすると 中から出てきた一人の若い娘が大きく目を見張りながら「あっと叫んだああ、おかじどのか北隣に住んでいる農夫熊七の娘だったさして美しくはないがすんなりと伸びた柔らかそうな体つきで十八とは思えぬほどうぶうぶしい顔立ちである。 ゴロベイに呼びかけられるとおカジはさっと頬のあたりを青くしたその怯えたような表情を見て彼は何か返事のあったことを直覚したどうしたのだオカジ殿何かあったのかおばさまが娘は震えながらい おばさまが川田のお代官所へお引かれなすって代官所へ母が五郎兵衛はぎょっとしたしかしすぐに自分を抑えた母も彼も正しく生きてきた帰り見てやましいところは少しもないそれが彼を落ち着かせた すをしてきます「それから詳しい話を伺いましょう上がって待っていてください」「ゴロベイは裏へ行って足を洗い身を清めてから家へ入った着替えを済ますと仏壇に灯明をあげたおかじはあんどんに火を入れて待っていたさあ聞きましょう話してください」 五郎兵衛の落ち着いた様子を見て娘も気が静まったらしくたどたどしくはあるが静かに語り出した小次郎親子は十六年前ここに居着くことに決まると亡き五郎兵衛が武士のたしなみとして蓄えておいた銀紙で千葉ヶ原の一部を開墾し始めたそこは 土地の号の車や六造というものの所有だったが荒れるに任せた土地なので7年は作り取りに決まった親子は近くの農夫を3人ほど雇い自分たちも土にまみれて働いた初めはみんな笑っていた千羽ヶ原は不毛の地と決まっていたのでそこから作物が取れようとは 誰も信じなかった雇われている農夫たちも賃金が目当てであったしかし親子は愚鈍のような熱心さで土にかじりついた字に書けば簡単であるがそういう仕事がどれほどの困難と苦労を伴うものかおそらく経験のない者にはわからないであろう。 親子は心で戦った肉体と同時にいや肉体よりも多くその心で戦った4年目に一丁分の田と五反の畑から収穫があったそれが付近の農夫たちを驚かした千葉ヶ原は不毛ではなかったのであるそれでまずおかじの父 熊七が移ってきた。一年ごとに桑を入れるものが増えたそして今では千場ヶ原に7軒の農家ができほとんど大半が高地になっていた伊予木親子は7年造り取りでその後の年貢も極めて安い決めで借りた無論不毛の地として 誰も手を出さないところだったから車屋にしては問題にしていなかったのだそれが次第に開墾され作物の出来も悪くないようになったのでこれはと思いついたのであろう23年前から年貢を上げたいと言い始めた農夫たちはしかし厳しくそれを拒んだ ゴロベイ様親子のおかげでこの千葉ヶ原は生きたのでそうでなければまだ荒れ地のまま捨てられてあったに違いないだから年貢は初めに決められた通りが当然で今になってあげる理由はないはずだ彼らはそう言ったその時はそれで済んだしかし六蔵は諦めなかった 五郎兵衛が江戸へ行っている留守にまた農夫たちを呼びつけて年貢ましを言い渡した「その時車屋のご老人が」とおかじは話を続けた「あまり無礼なことを申しましたのでおばさまは大層お怒りになり五郎兵衛は中納言様のご家来で立派な武士です」。 そのようなさもしい心は持っておりませぬとそれはきついお声でおっしゃいましたあの母が高い声で笑ったこともない母にそのような激しいところもあったのかとゴロべえはかなり意外に思ったその時は話も決まらずそのまま帰ってきたのですがそれから3日目 ちょうどおとといでございます。川田の代官所からお役人が見えまして訪ねたいことがあるからとおばさ様をお連れ申してしまいましたどういう司祭か申しましたかい,いえ千羽が原の者が一緒に何度もお下げ渡しを願いに出たのですけれど司祭も聞かせず返してもくださいません。今日もみんなで 大へ参っておりますのもうとうに帰る時刻でございますがそうかそれであらまし分かったおそらくは車や六蔵があらぬことを訴訟したのであろうそれなら母を取り戻すのと一緒に年貢のこともはっきり決まりをつけなければならぬ。ゴロベはそう思って 大観所へ行った。6人のものはすっかり暮れてから帰ってきた。彼らは大観所でなかなか容量をえないので、帰りに車屋へ寄ってきたのだと言った。五郎兵衛はみんなをばたへ招いて話を聞いた。大観所ではどういう挨拶なのです。それがどうもはっきりいたしませんので。 いくら嘆願しましてもただお取り調べの筋があると仰せられるばかりでしてそれで車屋へ寄ってみたのでございますがあちらではまた妙なことを申しておりました熊七がそう言って同意を求めるようにみんなの顔を見回した妙なこととは何です さんまとはやくかかわりをきってしまえと申すのです。こなたさまにかかわっているといまにたいへんなおとがめをおけると申すのです。ほうそれでそのわけもいいましたかわけは申しませんでした。ききましてもわらうばかりでただはやくえんをきれとだけくりかえしておりました。 ゴロベは考えさせられた車屋の口ぶりで母の最悪は彼の訴訟によるのだということは確かになったしかしどうやら思ったほど単純ではないようだ「代官書で理由を説明しないのも何か普通でない事情があるからではないか」。それにつきまして 帰る途中みんなで相談をいたしたのですがここは車屋の言うとおり年ぐましを承知することにしてはどうかそうすれば面倒が早く片付くのではないかそう話し合ってまいったのでございますまあお待ちなさいごろべえは遮って言った皆さんのご心配は片付けないが 年貢の定めは子孫の代までのことだからこの場を切り抜けさえすればよいというような考え方はいけないそこをよく相談するとしようそれはすっかりお任せ申しますこの仙波ヶ原はこなた様のお力で伝地になったのですからどのようにもお指図通りにいたしたいと存じます 熊七の言葉につれてみんな同意を表した6人はそのあくる日また五郎兵衛の家へ集まった「車屋の求めるマシしングは不当に過ぎるのでこちらで負担に耐える限度を決めもしそれで承知しなかったらその事情を述べてこちらから大官所へ訴え出よう」。 その方が孔明でよいとゴロベイは心を決めていたそれで6人それぞれの条件を持ち寄らせたのであるその相談は3日ほどかかったそして出来上がったものをもってゴロベイが車屋を訪れたけれど六蔵は会おうとはしなかった土地はこちらのもの 作物はそちらのものもだ。こちらの求める年貢が納められないのなら土地を返してもらうだけの話でこの受けかけ合いをする必要はないそういう無道な返事を召使いの者を通して言うだけだったそれでは仕方がないからこちらは代官所へ訴えて聖者の裁きを願うそう押し返していったが 禄造は「どうなり自由にしろ」と平気だったそれでコロベイはその足で川田へ向かった「大官所へついて願いの周囲を述べると下役の者が取り継いだ上奥へ案内した訴訟を聞くのに奥へ通すのはちょっと意外なので」。 どういうわけかと思っているとやがて大官伊野陣四郎が柿役を連れて現れた五郎兵衛はまず丁重に母の安否を尋ねた「さよう井置安という夫人はお調べの筋があってとどめてあるそのもとは安女とはいかなるゆかりのものか」。は、 私の母でございますそう答える五郎兵衛の言葉が終わらぬうち部屋の前後から十四五人の役人たちが現れ彼の周りを取り囲んだ何をなさる五郎兵衛は片膝を立てた大官は声を上げて叫んだ「その方には極真の筋がある神妙にしろ」。 少し陽気違いに暖かいにかだった。光圀は獣者を二人連れて千羽沼の西岸を歩いていたまるで損風自然とした身なりの忍び姿であったのに梅を探すため初めて城を出たのである昼前に二本ほど見つけていた一つはまだ若木だったが 一つは見事な老木でうまく城中へ引くことさえできたらそれだけでも来年の春は楽しめると思えるものだった昼は川田の大官所で甲冑を開くつもりだった見つけた2本の梅を頼む用事もあったからもちろん前触れなしのことで突然訪れた光圀を見ると役人たちは 気の毒なほど狼狽しむしろ途方に暮れた感じだった弁当を使い終わると光国は胃の陣志郎に梅のことを申しつけた上民事の近況を訪ねた陣志郎は記録を取り寄せて詳しく近年の知的を申し述べたそしてさらに 「今現に審問を始めたばかりの事件のあることを告げた」「もともとは強欲な地主の訴え出ましたものにて珍しからぬ訴訟ではございますがただ不審なことにはその農夫どもの中に御飯しなりと申す者がおります。そのため捨ておきがたくただいま厳しく取りただしております。 その地主の訴えとはどのようなものかそう聞かれて陣志郎は千場ヶ原の紛争のいきさつをかいつまんで説明した。なるほど。六蔵と申す者は無道だな。三つ子には深いうに眉をそめた。さような無道者はきっと申しつけねばなるまい。それにしても、 その御徒家臣と称する者は何のためにそのようなことを申していたのか。ただいまお取り調べ中でございますが。夜も聞こう。調べてみ。仁志郎はかしこまってすぐにその用意をした。引き出されたのは言うまでもなく五路兵衛であったが、縄はつけられていなかった。

小国は欧州でございますが、ご当主へは十六年前に参り、以来ずっと千番が払にて農作をつかまつっております。家族は何人あるか。母がございます。父親は何とした。ゴロベはちょっと答えられなかった。悲しげに目を伏せ、唇が震えるように見えた。 しかしすぐに気を取り直した様子で、16年以前に死を捕まつりました。寺はいずれかどこへ埋葬したかと思うのだ。この問いにはついに答えられなかった。仁四郎は押して聞かず、次に移った。 水戸藩士と称した事実の調べにかかったこの審問を屏風の陰で聞いていた光には少し前からしきりに何か思案していた心の奥深くに得体の知れない一種の感情が動き出したそれがはっきりと意識にのらない妙に不安な感じなのだこの落ち着かぬ気持ちは何だろう 自分の心を自分で振り返っていると。さっきから脇に控えていた従者の一人が。すっとすり寄って。ささやくように言った。申し上げます。私。あの若者には見覚えがございます。どういうものだ。御三勤のお供の後ろへ。いつもついてまいる。素性の知れの男がございました。 このたび奥に入りの折、私ども愛はかり前後から追い詰めて捕らえようと存じましたが、かのものはやはり素早く逃げ去りました。しかし、その時網が裂け、初めて面定を表しましたので、私独と忍素を覚えております。確かにかの男に相違ございません。その時のことは三つくにもまだ忘れてはいなかっ。た。 それで改めてゴロベイの顔を見直した心の底に隠れている記憶が意識の表へ現れる機嫌は無数であるさっきから光圀を落ち着かせなかったものが今改めてゴロベイを見直した時思いがけの鮮やかさで16年前のある日の記憶を蘇らせた「そうだ 三には思い当たるとこらえられなくなり陣志郎を招いて自分が質問しようと言った「おかみおじきでございますか」。陣志郎は非常に当惑したが三には構わず出て行って席に着いた縁下にいた五郎兵衛はそれが垂れ人であるかわかったと見え 火出た額のあたりをさっと青くした先ほどからの始終は陰で聞いていた光圀はズバズバと言った答えのうちに水戸家臣なりと申した理由がはっきりせなうろんな答弁は相ならんぞ世は光にだ地際紛れなく申してみよ 恐れなが五郎兵衛は平伏して答えた恐れながらおそばまでごんじょうつかまつります私は十六年この方ご当地に住み着きご両分にたつきを立てておりますたとえご家身長には登らずともご両内におればお上と申し上げるはお一方己の覚悟として しなりと心得ておった次第でございます。おろかなことを申すな。領内におればとて仕官もせずに藩士という方があるか。それはそれは五郎兵衛と申したな。光にはきっと寝めつけながらさように紛らわしい答弁をいたすと。 その方だけには限らぬ。当初にとどめる母をともにきっと申しつけるがよいか恐れながら申せまことの死罪を申せ五郎兵衛は静かに表を上げた領の方が濡れていた彼はじっと光圀を振り仰いでいたがやがて抜き差しならずと悟ったのであろう。 申し上げますとうめくように言った母の命には帰られません何もかも権上つかまつります私の父は奥州の猿藩士でございましたしか御開駅にて浪人となりすぐご当地へ参りましたがそれは水戸親方様こそ 孫孫までご奉公をつかまつるべき御方と固く固くお頼み申したゆえでございました果たしてそうだったあの時できる限りの力を尽くして探したがついに見つけ出すことのできなかったあの浪人の遺族だった光圀はそう思って我知らず膝をすめた。 ご当地にはゆかり人もなく五郎兵衛は続けたせんかたなく父は案内なしに親方へ志向をつかまつりました十六年前の秋のことでございます家を出ます時に母と私を呼んで父はかように申しました自分はこれから親方へ志向する めでたく叱が叶えばよし叶わぬ時にはお庭のうちを拝借して自害する覚悟だ暮れっつの鐘が鳴っても帰宅しなかったらお庭の土になったと思うがよいしかしその時はクれムつを合図にその方が父に代わって水戸様ご家臣になるのだ親方の土には 父の血が染み込んでおるこの土が伊興家の代々ご奉公を捕まつるべきところだ忘れるなこの訓を置いて他に御主君はないぞ言葉の末はおえつにかすれた陣四郎は手で表を覆った役人たちも皆深く神戸を垂れた 父は立ち戻りませんでした五郎兵衛は涙を抑えて続けた母は私に着替えをさせ仏壇の前にて平士河原家を取りそろえ親方様よりの杯と思えと申しまして恐れながら主従固めの 影のさかづきをつかまつりました。下線の身をもってごかしになりと申しました司祭は火曜でございます。まことに恐れ入りたて祭りまする。三つには胸いっぱいの感動に打たれていた。人間の心がこれほど一筋に突き詰められるものだろうか。この君こそと思いきわめ。 まず己の命をなげうって子孫の生きる道を示す戦場なら格別だが太平の世にこれだけの覚悟をつけるのはたやすいことではない「返す返すもうしいものを殺した」。まさまざと16年前の後悔を思い浮かべながら光圀は静かにうなずいた。 それでよく司祭が分かった。数年前より参勤の上り下りと申して参ったのもその方であろうな恐れ入り立て祭ります彼は表を伏せたその方の父を死なせたのは世の不明であった許せ 許せと言いながら初めて光圀の目から涙が溢れ落ちたゴロベイは平伏しこれも背に波を打たせて必死におえつをこらえていた城へ帰る道光圀の心にはかつて覚えたことのない明るく力強い感動が去来した 今日見出したのの梅は二本だったが、ほかに類いまれな名木を尋ねあてたのである。もし時をたかえたら、いおきごろべえの存在はわからずにしまったかもしれない。あの老木の導きだったかもしれない。千葉沼の岸の草林の中に、新鮮のように。 年降りていた梅の老木の姿が例あるもののごとく思い返された昼過ぎから霞のかかった空に高く鳴き渡る狩りの声が聞こえた。